北海道立文学館は北海道札幌市中央区中島公園にある文学館である。運営は公益財団法人北海道文学館。なお、当記事では本館の前身にあたる旧北海道文学館についても触れる。札幌市資料館かつてあった展示の項目も参照北海道出身の文学者や北海道にゆかりの深い文学者に関する文学資料が 展示されている。中でも、常設展は、直筆原稿や書簡、書版本など貴重資料約1800点を展示し、北海道文学の流れをわかりやすく紹介している。館長は、北海道教育委員会 OB が代々、就任してきたが、2014年から2018年まで、芥川賞作家の池澤夏木が務めて、以降は、作家出身者がついている。 ABCDE 札幌市教育委員会、新札幌市第五貫通詞の北海道新聞社、2005年3月。ABCDEF、同立文学館会館堂内の文学活動の拠点に、北海道新聞、同文学館に、待望の白札幌市が、助け船資料館の半分体を確約。北海道新聞、 任意団体の北海道文学館財団法人に、衣替え基金3000万円。北海道新聞。ありがとうございます。